これやっちまいました。これ釣りに山来たんだけど、バックで落としちゃったんですよね。こう無理にこう雪道に登って行こうとしたんだけど、途中で無理だなと思ってバックして、後ろちょっと見えにくいんですよね、ホロなんで。そしたらこう路肩の方にズボッと落ちちゃった感じです。子供プロダクションチャンネルでございます。とりあえず今レッカー呼んだんですけど、まあ、ここの場所ねちょっと教えられないっていうか、ちょっと電波もちょっと通じにくいし、とりあえず下って電波の通じる場所で、まあ、落ち合ってまたここに来ようと思います。一旦行ってきます。いやこの道不気味なんですよね。前ここでクマと遭遇したんでちょっと歩くの気持ち悪いんだけど、こんな感じ。とりあえず電波通じないんで降りてきたんですよね。そしたら自動販売機やったんで、これね大好きな大道のブラック、これ飲んで休憩しようと思います。あとここにこのバス停停車場の小屋もあったんで、まあ、ここで休ませてもらおうかなと思って。雨降ってますんでね、今ちょっとやんだけど、お邪魔します。なんかこういうとこ普段入ることないけど、こんな感じになってますね。 NG、 ゴミはゴミ箱へ。その通りです。こっちもポイ捨てはダメ、目指せ綺麗な旅行家。はい、掃除用具もあります。ポイ捨て減らして笑顔を増やそう、ニコニコ大作戦。じゃあちょっと掃除しようかなと思ったけど、ゴミ箱ないね。まあここでちょっと待つとします。今救出の方と連絡取れまして、こっちに向かってくれてるそうです。でも50分かかるって話だったんで、ちょっと時間あるんで今日の装備の説明でもしようかなと思って、こんな感じ。これは M65 長ダウンインナーつけてもらったんですよ。でこれあったかいんで今日着てました。でちょっと山なんでまだ肌寒いんでね、首元も寒いんで、でもあのマフラーほどじゃないんでスカーフ使ってます。あとは腰ベルト、これバークリバーのブラボーピックスティック、ね、これちょっとクマとかね来たらちょっとおっかないなみたいな感じで、こういうの、あとはこれ糸切ったり、あと魚さばいたりするときに使う、これはもうブラボー1です。削りすぎたブラボー1ね、これ。あとこれはカウンターアソルト、クマ撃退スプレー。さっきの場所ねクマ遭遇してるんで、実際これ持ち歩いてると安心かと思います。とりあえず今レッカーさんに来てもらったんだけど、ここ通れないっていうことで、これからジムにまた来てもらいます。確かにね、ここトラック厳しいかもしれない。まあ、とりあえず一回車に戻ろうと思います。今救出の部隊が到着していろいろ段取ってくれてます。
上がってきた。わかった。あった。上がりました。ありがとうございます。ウィンチやっぱ必要かな。プロの方たちに一発で出してもらいました。助かりました。ああ、無事救出していただきました。うん、よかった。先ほどのハマってた場所はどんぐらいハマってたかというと、こんな感じですからね。後ろタイヤ結構がっつり落ちちゃったんですよ。前タイヤここでしょ。これは上がらないな、自分じゃ。もうジムニーとウィンチで今回出してもらったんだけど、やっぱり強いな、ジムニーは。はい、今日はこの先行こうかと思ってたんだけども、諦めて下の方で釣りしたいと思います。とりあえず無事車出たんで、あ、はい、もう今日は帰った方がいいのかな、家に。いや、でもまだ坊主なんですよね。今日一匹も釣ってないんですよ。もうちょっとやって帰りたいと思います。よし、気を取り直して、よし、釣りをするぞ。ここ落ちたらやばいところ。よし、とりあえずここ、こんな感じ。いやー、雨降ってきた。おお、吹け。渋いな。全然ダメ。天だ。見える天。スタックの後、いろいろ場所も変えて、この川来たり、ルアーもかなりこうチェンジして、トライはしたんだけど、ダメでした。今日は残念でした。今日は本当にいろいろと、あまり調子良くなかったですね。というわけで、今日はもう上がりにしたいと思います。またね、リベンジして、綺麗な魚、綺麗な景色撮れるように頑張りますんで、よろしくお願いいたします。それではまた後ほど、さようなら。